始まりました4月15のツボ皆さんいかがお過ごしでしょうか4月15です最近ラジオトークがちょっとね新しくなってっていうかね、えー、ライブ配信っていうのができるようになりましたご存知の方も多いと思います僕自身もですね、えー、現時点で2回ぐらいライブ配信やってみました聞きに来てくださった方どうもありがとうございますでその聞きに来てくださった方はね ご存知だと思うんですけど、なんかね、僕が配信してる時にですね、えー、コメントが見らんないっていうね、これは何の不具合か全く分かんないんですけど、ま,あ、まだねあの、改善されてないんですよね。なので、皆さんがせっかくコメントを送ってくださったりしてもね、こちらから全く見ることができなくて、えー、ライブ配信の醍醐味っていうのが全く感じられないと。 でこれはですね僕が他の方のそのライブ配信にコメント送った時も一緒で自分のコメントが見られないので、えー、コメントがそのトーカーさんに届いているかどうかが分かんないっていうねうん、まあ、読み上げてくださって初めて分かるみたいな感じでこれどうですかなんか同じような不具合の方いらっしゃいますかねそのコメントだけじゃなくて なんか何人聞いてくれてるかみたいなのが本当は分かるんだと思うんですけど、まあ、ずっとそれも0人のまんまでだからなんか僕としてはあんまりライブ配信やってる感じは全然しないんですよリアルタイムでコメント頂くっていうのがね、まあ、面白いところなんでしょうけど、まあ、心優しいリスナーの方がですねえツイッター経由で聞こえてますとかねあるいは 今何人いますとかっていうのをね、まあ、質問とかもね、ツイッター経由で送ってくださったりしてね、まあ、そういうちょっと二度手間なことになっちゃって申し訳なかったんですけど、まあ、これがね、さっさと改善されてというかね、コメントが見れるようになったら嬉しいなという思っている次第でございます。で、今日はですね、何を話そうかと思ったんですけど、日本語の動詞 についいてままたた話そうかなと思いました過去にもねあの動詞が僕結構好きなのでその日本語の動詞が特にですけど、まあ、それについて結構話してるんですよねで今回は、まあ、日本語の動詞の、まあ、4分類っていうすごい有名なものがあってですね、まあ、それについてお話しするということです、まあ、過去のトークだと、まあ、その動詞の分類っていろんな分類の方法があるので、まあ、それについてはお話ししてるんですよ 例えば、活用の種類について話したりとかね。まあ、いわゆる5段活用と、えー、1段活用っていうのがあって。で、そのグループ分けっていうのは、まあ、活用の仕方ですね、えー。形が変わるそのパターンによって、まあ、主に5段活用、1段活用。あとは変革活用、つまり不規則同士として、えー、来るとするっていうのがまた別個にあるので、まあ、こちらも、 まあ4種類に分けられるっていうことなんですよねただ動詞の分類っていうのは、まあ、いろんな基準に基づいてなされるので、まあ、これって言語に限らずですよねなんかグループ分けっていうかねクラス分け分類ってなった時にさまざ、あ、まな基準が立てられるわけですけど今回はですねアスペクトっていう観点から まあ、動詞を分類したって、そういう研究があるので、それをご紹介しようと思います。まあ、アスペクトって何だっていうことなんですけど、まあ、アスペクトっていう言葉自体はね、あの、分かってなくても、このトークを聞き終わった頃には、なんとなくね、わかると思うのでえ、詳しく説明せず進めていきたいと思います。ほいで、アスペクトに基づいて動詞を分類したときに、さっきもちょっと言ったんですけど、4種類にまあ、分類されるっていうのが、大まかな分類としてあるんですよね。で、これを、 分類したのが金代一春彦っていう人で、まあ、皆さん名前ぐらいは聞いたことあるかもしれません。国語辞書もね、あの作ったりしているので、ま、金大一家っていうか、金大一先生のま、家系って、言語学の家系なんですよね。金代一秀穂先生のお父さんが金代一春彦先生で、そのお父さんが金代一京介先生っていうふうに、ま、脈々と受け継がれてるんですけど、その金代一春彦先生が動詞を分類、 していてですね、まあ、先に言っとくとですね継続動詞っていうのと瞬間動詞っていうのと状態動詞そして最後に第4種の動詞って言われるものがあるんですけどこの4つに分類しました動詞を継続瞬間状態第4種この4つですねでこれはですね、まあ、動詞の、まあ、意味といえば意味なんですよね意味によってグループ分けしてるといえばそうなんですけど、まあ はっきりした基準がちゃんとあってですね、それは、ているっていうのをその動詞につけたときに、どういう意味を表すかっていうのが、一つ基準となっております。で、最初に言ったアスペクトっていうのは、このているのことが、まあ、アスペクトなんですよね。動詞で表される自体の、まあ、状態を表すのがアスペクトっていうことなんですけど、まあ、一個ずつちょっと見ていきましょうかね。で、まず、継続動詞から、 いきますか、えー。継続動詞っていうのはですね、まあ、名前が表す通りですねある時間内でその持続的に動作が行われるようなそういった事態を表す動詞です例えばこれは読むとか書くとか笑うとか泣くとかこういった動詞は継続動詞に分類されますでこういうのはある一定期間の時間で行われるようなものです で意味としてはそうなんですけどそのさっき言った基準として「テ入ルをつけた時どうなるかってことでこういうのは「読んでいる」「書いている」「笑っている」「泣いている」っていうふうに「テ入ルをつけた時にその動作の進行を表すような動詞っていうことができますまあそりゃそうだろうっていう感じがしますよね「テ入ルつけたらそれはなんか現在進行なんじゃないのかってね思うかもしんないんですけどそうとも言い切れないっていうのが次なんですよ で次にお話しするのが瞬間動詞といわれるものでまあこれもまあ意味としてはやっぱりその名前が表すとおりですね瞬間的に終わっちゃうようなものですまあこれはね変化動詞って言ってもいいんですよねその動詞で表される事態の前後でなんかね状態が変化するような動詞のことを、まあ、瞬間動詞と言います代表的なのは死ぬとかですねあとは消えるとか あとは始まるとか終わるとかね。こういうのは、その動詞で表される事態が基準となって、その前後で全く状態が変化しているものです。それが瞬間動詞っていうことなんですけど、こういうものに定量をつけた場合は、現在進行にはならないんですよね。例えば、死んでいるとか消えている、始まっている、終わっている。これは、 進行というよりも、これはね、まあ、結果状態とか言ったりするんですよね。その結果が、まあ、現在も残ってるっていうような言い方をよくします。なので、死んでいるっていうのは、死んでいる最中だっていう意味ではなくて、まあ、北斗の県みたいにね、すでに死んじゃってる、その状態が今も続いてると、こういうことです。これが瞬間投資と言われるものです。続いて、 見るのは状態同士というもので、これは、ているっていうのがそもそもつかないようなものです。代表的なのは、いるとかあるですね。これは、言っているとか、あっているとは言わない、言えないので、こういうものは状態同士というものです。で、第四種の動詞っていうのも、これもまたちょっと不規則的なんですけど、常に、ているっていう形じゃないと使えないものです。逆にね。例えば、そびえているとか、優れているとか、 ありふれてていいるる、とかね、似ているこういったものは常に「ている」と狂気してですねまあ性質とか様子とかねまあそういったものを表すちょっと形容詞っぽいとも言えるかもしれませんねというわけで今お話ししたように金田、えー、一春彦先生はですね日本語の動詞をこの「ている」をつけた時どうなるかっていう基準でつまりアスペクトの観点から継続瞬間状態第4種っていうこの4つに分けました まあ特にね、よく注目されるのは、最初に言った継続と瞬間なんですよね。つまり、テイルをつけた時に、走っているみたいに現在進行になるのか、あるいは死んでいるみたいに結果状態になるのかっていうのがね、かなり、まあ面白いところですよね。この現在進行と、まあ結果の状態っていうのが、 同じテイルっていう形で表されるっていうのは、なんか全然違う意味のはずなのに、まあ面白いですよね。一つの形式で表されるっていうことなのでね。ただ、今お話ししたのは、共通語の場合です。これは方言、特に西日本の方言になるともう全く違いますね。というのが、これ過去のトークでも話してるので、そのリンク先貼っておきますけど、西日本方言の場合は、現在進行は夜っていうのを使って、 結果状態の方は、取るっていうのを使うんですよね。なので、共通語で死んでいるっていうのは結果状態しか表せないんですけど、これ方言だと、死んどるだと、死んでいると同じく結果状態なんですけど、死におるとか死によるっていう言い方になると、死んでいる最中だって言ってね、ちゃんと瞬間同士でも進行を表すことができます。逆に、 走っとるみたいな言い方をすると、これは、走ってその状態が今も続いてるっていうね、結果状態を表せて、走り夜だと進行形を表すことができるっていうふうに、夜と取るっていうね、進行と結果状態に全く別の形を使うので、そこがまた面白いところですね。というわけで、今日は日本語のアスペクトについてお話ししました。 ぜひね、過去のトークも聞いていただけたらと思います。それではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。